で実際にログには何が出ているのかというとアプリが出したログもちろん自分自身がプログラマーが書いたログを出すことがもちろんできますなのでまあ最悪昔ながらのプリント F デバッグみたいなことがログを使ってできますそれによってどこで実行がストップしているのかっていうのも分かりますしもしそこがですね Java で できていたファイヤーモンタ側のコード何かを読んで落ちているのであればススタックトレースが出ています Java のスタックトレースなので JavaVM の上で動いていますのでスタックトレースが非常に詳しいですつまりどういう経緯で呼ばれメソッドが呼ばれてどこで落ちたっていうのが全てログイン出ていますなので例えばその落ちた原因もあるので例えば渡したデータがヌルだったとか そういったことにに関してはすすぐに、えー、分かりますなので、まあ、ログを出しつつ自分でもログを出すと僕がよくやっているのはメソッドの一番最初にちゃんとこう来たかどうかのログを出してそしてメソッドの一番最後にちゃんと出たかどうかっていうのをやって、まあ、やります。というのはですね n e x s s だったりエ x p e r i a といったグローバル端末については Delphi の方でブレークポイントを置いて 一時変数を見たりとかそれがですね例えばシャープの端末とかだったりするとですね GDB の実行を OS を変更して禁止しているので Delphi の上でブレークポイントを置いても止まりませんこれは EclipS でも止まりませんなのでログを使ってチェックするということが必要ですというのはもちろん Nexus とかでできればいいんですけれども 世のの中にはシャープを,シャープの端末を使っていいるる人がいるわけです僕とか <laughs> そうするとですねまあいろんな端末で試さないといけないっていう時にログを出しておくとたとえ止まらなくてもその情報を見ることによってどういうことが起きているのかが分かるというところですなのでまあ非常にログは重要なのでログを使ってください。とまあログについていろいろ言ったんですが実はですね <laughs> FMX タイプスに定義されているログが え非常に厄介で偽物でございます。<laughs> というのはですね、ログ D でデバッグ用のメッセージを出そうかなと思うと思ったんですが、FMX タイプスに定義されているログクラスの D メソッドを呼ぶとなぜかログ I で出力されます。インフォメーションレベルで出力されてしまいます。なので、デバッグのメッセージ以下をフィルタリングしたいとかできないんですね。で、Android の場合はバーボーズデバッグインフォメーション えー、ワーニングエラーフェイタルっていう6個の、えー、エラーレベルがあるんですね。なんですけれどもログ I べてログ I で出てしまうのでログ I より上っていうのはあの実際運用実運用に入った時に、えー、出すものでログよ D より下のものに関しては、まあ、デバッグ中に出すものみたいな、えー、区分けがあるので、まあ、できればログ D だったり、えーまあ、バーボーズを使うと。 そしてログアイに関してはちょっとやばいなとかそういうときに使うものなのでここは分けて使ったほうがいいはずですなので正しいログレベルで出力されるライブラリを僕の方で用意しましたこれが GitHub の方に載っておりますちょっと長いんですけれどもまあもしかしたら fmx.logGitHub かなか何かで検索すると引っかかると思います そしアンドロイドではですね iOS と違って非常に重要な点がいくつかありまして Android にはですねハードウェアでバックキーとホームキーが用意されていますそして Delphi のプログラムの場合はこのバックキーをですね押すことによってアプリケーション終わってしまいます 他のアプリケーションの場合はバックキーを押してホームに戻ってそこでとどまっていたりするんですけれどもバックキーを押した時のイベントハンドラがえファイヤーモンキーの中ではアプリケーションターミネートを呼んで終わらせるようになっていますなのでバックキーを押すともう終わってしまいますなのでえ例えばですねユーザーがエディットに何か入れているっていう状態で誤ってバックキーを押してしまったという時にもう一回起動すると あの火の幕がビョンって出てもう一回キドするわけですなのでエディットの中に情報がもうないという状態になってしまいますですがいくつか工夫する場所だったり X-E7 で用意された機能を使うことによってまるで終わってないかのように見せるあのことができますこれは後で共通の作法の部分でご説明しますそしてもう一個非常に重要なのが ホームキーです、えー、ホームキーを押すとちゃんと裏に回ってポーズ状態ですね、えー、つまりアンドロイドでいうところのオンポーズというものが呼ばれて、まあ、裏に回るという状態があるんですけれどもあの最初に作ったアプリありますよねカメラがアクティブな状態でホームキーを押すとどうなるかっとまあ,あのログにブワーって一気にログが流れて死にますというのはですね、えー Android、の アクティビティとデルファイのアクティビティちょっと性質が違いましてデルファイの方は NDK で作られているのでネイティブアクティビティでできていますそしてカメラの状態を撮ってくるというのはまた別のスレッドでやってるわけですでバックに回った時に描画するサーフェイスが存在しないのにサンプリングレディはずっとくるわけですでサンプリングレディでイメージに描画してじゃあいざレンダリングしようと思ったらもうレンダリングする先がないので それで死にます。なので、まあ、他の、えー、もの、えー、スレッドを使って何かするっていう場合もですねいろいろ不都合が起きてしまうので、えー、何とかしないといけませんこれについてもあの iOS でも同じことが起きますのでこれについてもあの共通の作法の部分で説明します、えー、そして Android 一番一番厄介なのがあの OS のバージョンに注意ということです Android ちょっと尋常じゃないレベルで OS の場所が上がるので <laughs> その度にいろんな API がデプリケーティッドになったりいろんな機能がちょっと違ったりとかしますそして一番厄介だなと思ったのが4.4から SD カードに自由にアクセスできなくなったと昔はエクサーナルメモリの部分に自由にアクセスできたんですけれどもアプリ専用ディレクトリー SD カードの中にもアプリの専用ディレクトリがあってそこにはアクセスできるんですけれどもそれ以外の場所例えばカメラのアプリから画像を撮ってきて編集してもう一回そこに戻すっていったことができなくなりました自分のところに保存はできますなのでこの辺に注意して作らないと難しいですそして最近の Android の端末はその SD カードを抜き差しするっていうことがあんまりなくなったりとか内蔵メモリ非常に増えてきましたなので もしかしたら拡張メモリの方、SD カードの方は使わなくてもいいのかもしれません。えーまあ、もしかしたらです。えー、すごくで大きなデータ、例えばゲームとかだったらもう何,メ何メガも何十メガもあるデータを落としてくるので、まあ、本当は SD カードにいろいろ入れた方がいいですが、まあ、そういったものは入るけれども、まあ、取り出すというのはそいつしかできないので。 まあ、インターナルなデータと同じになってしまうので、まあ、内部に入れてもいいかなと思いますそして次がですね僕が実際にものを作っていてぶち当たった残念なやつです、えー、T メディアプレイヤーに注意してくださいこれを使って音を再生する場合、えー、ストップメソッドを呼ぶとですね二度とプレイできなくなりますというのはですね、えー、これは ファイーモンキーのせいではなくてアンドロイドのメディアプレイヤーの API のせいですストップメソッドの使用になっていますストップメソッドを呼ぶとプレイの時に使ったメモリとかリソースハンドルそういったものを全部停止しますあの破棄しますなのでもう一回プレイを呼んでもそのリソースが存在しないので音を鳴らすことはできないとそしてまあ それじゃ困るでしょっていう SDK に書いてあって、ではどうすればいいのかっていうのも書いてあります、ドキュメントに。ポーズっていうメソッドを呼んでくださいと。そうすると、次プレイでもう一回再生できます。で、あるの、あるんですが、あの、Android の普通のアプリケーションの場合はそれで OK です。ですが、Firemonkey の場合、T メディアプレイヤーはポーズメソッド公開していません。なので、 ストップしたらファイルネームを再設定してもう一回プレイするみたいなことが必要になってきますしかもそうするとですね最初から再生になっちゃうんですねなのでストップする前にカレントタイム見てそれ取っておいて入れてもう一回みたいなそんなことになってしまうのでそれも非常にめんどくさいということでこれについても共通の作法の部分でご説明しますそしてですね、えー、最近あんまり起こらなくなったんですが まあ、X. E. 八になってからは見たことがありません。ええ、アンドロイドのアプリが、ブラックアウトすることがあります。例えば、裏に回って戻ってきたとき画面真っ黒でアプリケーションが動いていないように見える。七と八に関しては、あまり、もう見ていません。特に八に関しては全然、見ていません。ただ、X. E. 六とか五だと、もしかしたら起きていたんですが。もしそれを使っている方々がいた場合は。 ちょっと次のコードを試してみてください、えーこれ。これはですね、アプリケーションライフサイクル、えー、イベントのときにですねあのあ、ライフサイクルイベントについては後でご説明します。WillBecomeForeground、えーえー、という、えー、イベントが来たときに、えー、ここであのアプリが最前面に来たよ、フォーカスを取ったよってことなんですけれども、そのときに、まあ、ブラックになってるのはどういうことかというと、 あの再描画レンンダリング結果を送ってないんですねなぜかというとレンダリングした状態は前回のままなので送る必要ないじゃんっていうふうに思ってるわけです FireMonkey としてはなので、えー、ここでもう一回レンダリングしてよって呼んであげるということです、えー、システムパッケージの中にですね DelphiActivity というネイティブアクティビティに対してのポイントが存在しますそれを使って、えー、コール、えー コーールバックのオンンンウィンドフォーカスチェンジドっていうのを送ってあげますそうするとあフォーカスが変わったんだじゃあ何か変わってるかもねって言ってレンダリング結果をあのバッファーに転送してくれますこれによって、えー、XE6 より前の時のブラックアウトは例えば戻っあ、えー、バックに行って復帰した時とかは表示されるかもしれませんただ、えー、ダイアログを表示している場合は ループが別の場所にあるのでこれを読んでも描画されませんでしたそして Android Android ままだ続きますすデバッグの手法です、Android、は端末にデバッグをサポートするための仕組みがいくつかありますそれは設定開発者向けオプションという場所にあって特にやっていただきたいデバッグがアクティビティを保持しないをチェックして実行するということです これを設定すると裏に回った時にですねアプリがアクティビティが終わりますつまり終了してしまいますデルファイの場合でその時に適切に非アクティブ化処理がされているのかっていうのがまあログに出たりとか実際に次に起動した時に分かると。 簡単にわかります。前はですねこれを設定しないとメモリの中に残っていてそれがもう一回来るのでまたちょっと違う処理になるんですけれどもアクティビティを保持しないをチェックすることによってそういったこともデバッグできるようになると。そして、 テレファイトはちょっと関係なないいかもしれないんですがバックグラウンドプロセスを上限してゼロから何個までとか例えばゼロに設定するとサービスが一切起動しなくなってアクティビティとの通信ができなくなるけれどもアクティビティはちゃんとその状態でも正しく動くのかといった設定デバッグができますこれはデバッグ会社とかが頼むとやってくれます特に頼まなくてもやってくれます なのでこ、まあ、こういいったことに気をつけてくださいそして、まあ、今サービスの話出ましたけれども Delphi だけで実現できないことはですね JAR ファイルを使って Java の方の機能でやることができます。えー、XE7 からプロジェクトマネージャーに JAR ファイルをそのままポイッとこう追加できるようになったのでそれを使って追加した後にその JAR ファイルを Java2OP というものに加わせると自動的にはアクセス用のクラスができると。 これによって Delphi だけでは実現できないことも実現できます。基本的にはあまり Delphi だけで実現できないことってあんまりないんですけれども、まあ、こういったことでこういった機能があることで世の中に存在する JAR ファイルも全て使えるようになるのでおすすめです。でここから共通の作法のお話です。まずお話ししたいのが t p a です。 これはですね、システム、えー、I O u ユーティリス T パスです。F M X Shapes T パスっていうのがあるので、あのそちらが後にユーズィーズされてると T パス別のものになってしまうので注意してください。この T パスを使うことによって、まあ O S 間のディレクトリ構造の差異を吸収してくれます、えー。例えば、まあここに書いてあるように、get ドキュメントパスで、えー、I O S のドキュメントのパスが返ってくる。つまり意味からディレクトリを返してくれる。 例えばもう1個 T ゲットキャッシュパスではライブラリーキャッシュが返ってくると Windows の場合はあのキャッシュが、えー、ローカルの添付、えー、っていうフォルダが返ってくるとかそういう形ですね実際にどのターゲットプラットフォームで、えー、どのパスが返ってくるかっていうのはこの DocWiki、えー、にありますただすっげえ長いんですけどこれ、えー、サポートされている DocWiki RTL パス関数とかなんかまあ多分うまいことやれば出てきます Google と <laughs> どううまいことやるのかちょっと分かんないです <laughs> まあこれ普通に独益なので、まあ、タグっていけば出てくるとも思います、えー、そして、えー、ここで、えー、ライフサイクルのお話ですアプリの状態変化を見たいもちろん見たいですよねで T フォームのオンアクティベートとで えー、オン・デアクティベートというものがあるんですけれどもこれはフォーム自身のイベントであってアプリのイベントではないんですねつまりフォーム1とフォーム2があった時にフォーム2ショーってやるとフォーム1の方にはオン・デアクティブが来てフォーム2の方にはオン・アクティブが来るただそれだけなんですアプリがそれぞれ変わった時には特に何も起きませんでは実際どうやって見るのかというと、えー、IFMX アプリケーションイベントサービスというインターフェースを使います このインターフェースを使うと状態変化が通知されます次のソースコードは僕が使っているものを持ってきました T ライフサイクルマネージャーというクラスを作って使っていますまず IFMX アプリケーションイベントサービスの変数を定義した後にプラットフォームサービスからその えー、このインターーーフェースサポートしてるかっていうのを IF 文で判断しますでサポートしている true であれば、えー、下の行に行って、えー、実際に Get プラットフォームサービスを使って取り出すと。で取り出した結果、えー、ちゃんと取り,出す取り出すことができていれば、えー、それに対してセットアプリケーションイベントハンドラーを呼んで、えー、このアップイベントってここに書いてありますねこのメソッドを呼んでくださいっていうふうにしています。 例えば Windows とかの場合はライフサイクル存在しませんのでこれ最初の i f 分で弾かれますなのでここは2類になるのでまあ登録されないとつまりこれをそのままユーズイズしておいても大丈夫ですで実際にはどんなサービスイベントが来るかというとフィニッシュドラウン i ング起動完了っていうイベントが来たりビカムアクティブフォーカスを取得した ウィル・ビカム・インアクティブフォーカスを失おうとしているエンター・バックグラウンド裏に回りましたよビカム・フォアグラウンド表に戻ってきました、えー、そしてウィル・ターミネートアプリが終了しますといった、えー、状態変化が通知されるようになりますそして、えー、それこの、えー、以外にも返ってくるんですけれどもちょっと経路が違うのが次の3つです ローメモリ,ーメモリーが少なくなくったこれが来たらもうちょっとどうしようもないなっていう部分はありますそして iOS のみタイムチェンジとオープン URL が来ます時刻に変化があった場合にタイムチェンジが来ますこれはちょっとした時刻の変化ではなくて大きく変わった時に来ます例えば日付が変わったりとか夏時間になったっていう時に呼ばれるものですそしてオープン URL の方は あの今からブラウザで URL が開かれようとしているっていうことですね。その時に何か処理が必要であればやると。でここでまあでも重要なのは次の2つです。Become active, Will become active, この2つが重要です。Active でアクティブになった時の処理をします。b ウィル・ビカム・インアクティブで非アクティブ化の処理をします。つまり後始末をします。 ここでさっきのカメラの例で言えばアクティブををフォルスにしててああげてカメラを止める必要がありますそしてもしももうちょっと凝るのであればアクティブの状態を保存しておいて「willbecomeinactive」で「フォルスにして「becomeactive」になった時に実は前回カメラが起動していたんだっていうのであればアクティブを true にしてあげて元に戻すというふうなことができます。 そしてこれらをちょっと簡単にするというか、まあ、状態保存を簡単にするものとして XE7 からオンセーブステートというイベントが増えました、えー、オンセーブステートイベントを使うと、えー、あたかもあのアプリケーションが終わってないかのように見せることができますというのはテ e ディットにものを入れていってバックボタンが押されて、えーまあ、何か 裏ににに行ここうとする時にセーブイベントが呼ばれてて、まあ、そこに対してス,トリームストリームがあるので専用のそのストリームに対して状態を書いておいてで次オンクリエイトの時にそれを読み出すと読み出して設定してあげるということをすることによってまるで終わってないかのいやまあ,あのファイアモンキーのマーク出ちゃうから終わってるんですけどあの <laughs>、まあ、かのように見せるということができますこれ非常に詳しくですねこのドック意見書いてありますやり方すべて書いてあります。 でこれはまたちょっと長いんですけれども、まあ、ドックウィッキ XA8JA の後ろにファイヤーモンキの状態保存と、まあ、入れてあげれば出てくるんじゃないかなと思いますがツイッター、Twitter、の方で、えー、もしかしたら米沢さんがここの URL をツイートしてるかもしれません <laughs> なので、まあ、こちらちょっとあの見ておいてください、えー、そして、えー、メディアプレイヤーの話に 戻ります先ほどポーズが公開されていないと申しましたがではもうリフレクションを使ってて取り出してしまおうと拡張 RTTI を使って文字列としてポーズメソッドを取り出して読んでやろうと思います。というのはですねファイヤーモンキーはあのファイヤーモンキー自身がですね拡張 RTTI を使いまくって いますなので Java だとちょっとリフレクションを使って取り出すのってかなり悪手な気がするんですけれども FireMonkey に関してはそんなにそこまで考えなくても深く考え,あの考えなくてもいいかなと思いますただ文字列で取り出すのでもしもそのメソッド名だったりフィールド名が変わってしまうと取り出せなくなりますなので、まあ、そこだけ注意してください。 でこの問題に関してはですねクオリティーポータルの方にもうあの報告済みなのでもしかしたら将来治る可能性がありますそれを鑑みて今回は、えー、メディアプレイヤーのことに関しては、えー、クラスヘルパーを使って実装することにしましまた、えー、な,な,なぜかというともうこのクラスヘルパーをズ字ーーズから外すだけで、えー、このポーズのメソッドが必要なくなるからです。 どういうクラスヘルパーを作ったかというと、ここにある通りで、getPlayer というので、プレイヤーを取り出します。例えば Java で、Android であれば、メディアプレイヤーを取り出しますし、iOS であれば A v、AV 何とかを取り出します。それを使って、そ,れそ,れそのインターフェースそれぞれに Pose というメソッドがあるので、それを呼び出すようにします。そして、インプリメンテーションの方では、 アンドロイドでは JNI メディアと FMX メディアアンドロイドをインクルードして iOS の方は AV ファウンデーションをインクルードするようになっています実際のコードどうなっているかというとこれがプレイヤーを取り出すところですこれを1個にまとめたのは理由がありまして iOS の方もアンドロイドの方も F プレイヤーというフィールド名で同じですなので取り出すインターフェースが違うだけなので1個にまとめました これはジェネリクスを使ってインターフェースをここに入れてやることによってそのインターフェースが取り出せるという仕組みですでここでちょっと重要というか知っておいていただきたいのが FireMonkey は FMXTypes にシェアードコンテキストというものが定義されていますこれを使うことによって RTTI コンテキストを自分で作る必要はありませんシェアードコンテキストを使って RTTI の機能を呼び出すことができます でここでは、まあえー、このメディアのクラスタイプを使って RTTI タイプを取り出してそれが、えー、NIL じゃなけ,なければ正しく取れていれば、えー、RTTI、えー、タイプからフィールド F プレイヤーのを取り出します。で、それが、えー、ちゃんと取れていれば、えー、これは必ず、えー、どちらかの iOS か Android どちらかのインターフェースになっているので Az インターフェースで、えーかえー、型を変換した後にリザルトに入れて返すと。 いうものです実際にアンドロイドの方ではどうなっているかというと、えー、それで取り出したゲットプレイヤーで J メディアプレイヤーを取り出してプレイヤーのポーズを呼ぶとそしてこちらは AV プレイヤーを渡して AV プレイヤーが取れていればポーズを渡す、まあ、ここもほぼ同じコードですそして、えーまあ、メディアプレイヤーはここまでで、えー、もう一個デルファイのアプリケーションちょっと致命的なところがありまして えー、アジャストパンとアジャストリサイズと呼ばれる機能が存在しません、えー、つまりこれはどういうことかというと Android の場合はアジャストパンというもので画面全体ソフトウェアキーボードが出てきたときに画面全体がスクロールしますそれによって押せないボタンがあの、えー、ソフトキーボードで隠れてしまって押せないとかそういう状況を防ぐことができますアジャストパンすると、えー、ソフトウェアキーボードに隠れてたものが上に来るので押せるようになると、えー、それと同じもので 全体をスクロールするんではなくて一部の部分をリサイズしてそれを実現したいっていう場合があるんですね。その場合はアジャストリサイズというものを使います。これは Android の場合だともこ,このアジャストパン小文字のものですね、アジャストリサイズとかを設定するだけでで,できるんですけれどもネイティブアクティビティにはその機能が存在しないのでこれを自分で実装してあげる必要があります。これがですね、これです。どうやるかというと 画面を組む前に一番下にですね T レイヤーを置く必要があります T レイヤーを置いて、えー、デザインを始めてくださいそうするとですね、えー、その T レイヤーを上に動かすだけで全体が動くのでアジャストパンと同じことができますこれ実際には非常に簡単なコードでどうなってるかというとこれがデザインの画面なんですがここに T レイヤーが載っていてこれ実はクライアントになっていますあのアラインがアラインクライアントなので、まあ、全体に出,出るんですけれどもそれを えー、エディットが、えー、フォーカスを受け取ったりとかしたときにですね、えー、アラインをノンに変えてやります、えー、そして、えー、ポジションの Y を、えー、そのこのセンダーですねセンダーできたコントロールがトップになるように変えてあげます一番最初にですねフォームクリエイトの時にレイアウト1のポジションを、えー、オリジナル Y として取ってある,取ってあるのでこれを使って計算して取り出あの一番上に持ってきます そしてフォーカスエグジットでフォーカスを失ったということなので、えー、アラインクライアントを入れて元に戻すとこれを使う、えー。こういうことによって簡単にただこのコードを入れておくだけで、えー、大丈夫ですあの。それぞれのコントロールに対してオン、えー、エンターとオンエグジットをこのコードにするだけで、えー、一応アジャストパンができます。そしてアジャストリサイズです。これはもう先ほど言ったようになんか中央部にでかいものがあったら これをリサイズして下のものを上に持ってくるとというここですこれも非常に簡単です。これもあのデザインに関しては先ほどのものと全く同じでこういう感じになっています。ここをここの高さを縮めたいとで。これももうほぼ同じですね。一番最初にメモの、えー、先ほどのここはメモだったんですがメモの高さを保存しておいてまあえーメモより下の 人だったらメモ自身を縮めるっていうことです、ここ、この if 文が。これ今適当に20とか入れてますけど、これは本当はちゃんと計算して、何を表示させたいのかを考えて入れてください。そして、フォーカスを失ったら、ORG メモを配当、つまりここで保存したものを入れて元に戻すということです。で、これで大体の説明が終わりました。まとめに入ります。 入りますと言っファイヤーモンキまはあ、一番最初にご説明したようにスタイイルとレイアウトが非常に重要ですここに関してはもう本当に学ぶしかないという部分はあるんですけれども絶対に必要な知識なので d e l p h i でアプリケーションを作っていくのであればできる限りスタイルに関してもチャレンジしていってくださいそして iOS はアップルが応募なので審査があります で、リジェクトの理由もちゃんと教えてくれませんけれども、まあ、うまくやるために、まあ、いろいろ注意しながら、先ほどのことだったり、iOS に関しては、アップルがデベロッパー、開発者向けのものを日本語訳して出してくれているので、そういうのを全部読むと、そして、アンドロイドの場合はですね、機種が非常にたくさんあります、いろんな機種があります、なので、デバッグを非常にたくさんやってください。 もちろんデバッグ会社に頼むのが一番いいですですがそういうお金がないという場合はですね、まあ、会社の全スタッフから徴収してやるとそれで落ちるかどうかを見るということですねデバッグを非常に十分にやってくださいそして当然なんですけれどもファイヤー o n を使うことによって簡単に作れますのでデバイ,デバイス非依存になるようにして考慮してデザインを組むと。 ファイヤー、えー、u i だったり、えー、マルチビューを使って、えー、タブレットと、えー、モバイル端末を合わせて、えー、同じ GUI でできるとかそういったことも簡単にできますので、まあ、その辺をうまく使って、えー、作成してください。その際に、えー ライフサイクルについても考えてみてください。ライフサイクルについてはですね、Android の SDK に非常に詳しい説明があって、iOS の方もそんなに分かりません。いや、変わるんですけど、そんなに変わらないので、一度そちらの方が分かりやすいので、見ておくといいと思います。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。